全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。13頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、6番ミスターヒグマすっと前につけます。外から上がるのはスキカメテオール、その後は13番ユーキューナティック、3番サトフネ先頭に入れ替わります。1番ヨダキーシナジー先頭に入れ替わります。4番カルーセル殿下先頭に入れ替わります。各馬第3コーナーをカーブしていきます。11番ライダーオツアラー先頭に入れ替わります。 600m の通過タイムは34秒5。外から7番シンガリツムツム、4コーナーカーブ直線コースに入ります。ヨダキーシナジーわずかに先頭か、ユーキューナティック差を詰める。わずかに先頭はエマルシュ、追いすがるサトフネ。 200m を通過した。エマルシュ伸び足がいい。エマルシュこのまま押し切れるか。エマルシュ差を広げにかかる。7頭差を詰める。エマルシュ押し切ってゴールイン。勝ったのはエマルシュ、鞍上は海老名正義騎手。勝ちタイムは1分8秒9。エマルシュブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュは新福祭館私の夢。まず何が行きますか。4番新福祭館先頭に立ちます。続きまして11番私の夢、その後は5番フレッタテゾーロ、6番シムラクラム先頭に入れ替わります。その後は2番タンガロア、13番ダノンドロフ、この辺りが中断。これを見るように内側7番ミスクル、3コーナーに差し掛かろうとしています。 600m の通過タイムは34秒7。内押さえて1番スプラッシュスキーム、4コーナーカーン直線コースに入ります。4頭の激しい先頭争い、タンガロア並びそうだ。わずかに先頭はタンガロア、追いすがる私の夢。わずかに先頭はタンガロア、残り200を切った。タンガロア伸び足がいい。私の夢接近してくる。私の夢先頭に並びかける。横一線だ。斉藤明日香まとめてかわした。斉藤明日香差し切ってゴール。勝ったのは斉藤明日香、鞍上はミルコデムーロ騎手。勝ちタイムは1分9秒3。斉藤明日香ブリーダーズカップを見事勝利しました。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュはヒルプリンスファミリースムシャイト。まずは先行争い、6番ヒルプリンスすっと前につけました。2番手11番ファミリースムシャイト、5番タクーヤバクシンを好位をキープ、内抑えて2番ハグレメタル、これを見るように外側7番フルーラリティ、外から10番ピティンアットマーク、8番トゥーベルクス、1番人気12番ピクツブミナール。この位置 600m の通過タイムは33秒0、内抑えて9番ディープカメハメハ、1番ライトポルテシも内から差を詰める。残り400を切ってヒルプリンス、その後からハミースムシャイ、4コーナーカーブから直線に向きます。ピクツブミナール、まだ動かない。ヒルプリンス先頭をキープ。ヒルプリンスさらに差を広げにかかる。ヒルプリンス先頭、ヒルプリンス1着でゴール。勝ったのはヒルプリンス、鞍上は石谷リンキシュ。勝ち時計1分4秒9。ヒルプリンスブリーダーズカップを見事勝利しました。タクーヤバクシン、トゥーベルクス、熾烈な2着争い。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。10番ヨダキークエリ先頭に立ちます。1番ベッロベリフシも内から追い上げる。2番ホワイトラバー好位をキープ。続きまして3番シルバンスナイト、続きまして12番インチキチャンプ、5番スプリングゴールド、この辺りが中段。4馬身相手8番秘伝のレシピ、内から6番ジークティガー、そのうち4番チョウハンバクチ。 600m の通過タイムは33秒2。外から11番ベッドインタクーヤ、4コーナーカーブ直線コースに入ります。400を切って先頭ベッドメリフシモ、その後ヨナキークエリ、わずかに先頭はベッドメリフシモ、秘伝のレシピまだか。依然として先頭はベッドメリフシモ。ヨナキークエリ、いい足で伸びてきた。ヨナキークエリ先頭、ヨナキークエリ押し切ってゴール。勝ったのはヨナキークエリ、鞍上は大塚海斗騎手。勝ちタイムは1分5秒0。ヨナキークエリブリーダーズカップを制しました。2着ベッドメリフシモ、3着ホワイトラバー。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、内から押して9番スキードワーイ、6番ミカサ・アッカーマンかわして先頭。その後は11番タッシングショット、2番ミント、その外12番ノーターブソクムシ、内から4番セラビルプソール、続きまして16番モアベジタブル、10番ヒストリアレイス、この辺りが中段。6馬身相手13番ビータプリキュア、 600m の通過タイムは34秒2、少し差が開いて8番青いエンブレム、少し差が開いて3番グランオニグリア、外を抑えて7番アルテティナコテーク、これを見るように外側14番チューリップピアス、1番人気クシャトリア、ここからどういった競馬を見せるのか、これを見るように内側1番フルーツプリン、最後方15番ミストマイメリ、400を切って先頭ミカサ・アッカーマン、そしてタッシングショット、4コーナーカーブから直線に向きます。クシャトリア苦しい展開になった、ミントここで先頭になった、ミント頑張っている、ミカサ・アッカーマン先頭を追っているが、クシャトリアミント押し切ってゴールイン、勝ったのはミント、鞍上は勝浦雅樹騎手、勝ちタイムは1分30秒2、ミントブリーダーズカップを見事勝利しました。2着クシャトリア、3着には青いエンブレム。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何が行きますか。4番滝川くん花を奪いに行きます。15番イージーファイトかわして先頭、13番桜大吉号先頭に入れ替わります。6番ホットショット好位をキープ、これを見るように外側11番グローバルマンジュ、そのうち3番花丸大吉、5番ミゼットマン、10番花シンフォニー、この辺りが中段。 600m の通過タイムは34秒5、各馬第3コーナーをカーブしていきます。内から1番ダイオウグソクムシ、内側2番東国丸、9番ヒグマプライド、続きまして14番セラビマセロン、小馬身相手16番指先がちまめ、そのうち12番できるこアラハミカ、4コーナーカーブから直線に向きます。先頭ホットショット食い下がる桜大吉号、3頭の激しい先頭争い、迫る花丸大吉、わずかに先頭はホットショット、ここからが勝負どころ。 200m を通過した花丸大吉、先頭に並びかけるイージーファイト、かわして先頭に立ったイージーファイト、粘るイージーファイト、先頭でゴール、勝ったのはイージーファイト、鞍上は藤井寛一郎騎手、勝ちタイムは1分30秒4、イージーファイトブリーダーズカップを制しました。2着桜大吉号、3着
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、3番ポルターガイスト花を奪いに行きます。続きまして5番アジコメアブラオー、1番ハイゼンベルク好位をキープ、9番カタナイト、続きまして15番クロノミルドラース、そのうち11番ロマンスライジング、これを見るように内側8番キッザポテチ、外から10番ブレイブフォース、そのうち6番ピアシングレイン。 600m の通過タイムは33秒9。3コーナーに差し掛かろうとしています。外から7番シンガリツンツン、これを見るように外側14番サクラトップガン、そのうち4番リーノノベト、外から12番ミヤノシャングリア、1番人気2番赤く霞む夕日、この位置。4コーナーから直線へと向きます。わずかに先頭はハイゼンベルク。ここからが勝負どころ、2頭が激しく競り合っている。ここからが勝負どころ、わずかに先頭はハイゼンベルク。勝たない、差を詰める。ここで先頭が変わった。赤く霞む夕日まだ動かない。ロマンスライジング、いい足で伸びてきた。ロマンスライジング粘っている。ロマンスライジング押し切ってゴール。勝ったのはロマンスライジング。鞍上は高野勝馬騎手。勝ちタイムは1分29秒6。ロマンスライジングブリーダーズカップを制しました。2着勝たない、3着ブレイブフォース。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。早くも先頭15番キースマンカッタン、11番トワイライトミヤミ先頭に入れ替わります。その後は5番ボジョムサトウル、18番カルクフィクション好位をキープ、14番ホットコハム太郎、各馬1コーナーを目指します。内から3番レインボークエスト、これを見るように内側1番ハネウマライダー、外から8番アーカムアサイラム、12番タチサンエンブレム真ん中あたりにつけています。そのうち6番ヒクトルザンギエフ、17番レッドアーライブ、そのうち2番ブレイブキャニオン、16番シェイクアウト、内押さえて13番マックロボムスケ、7馬身相手10番ライトエクリプス。前半の 1000m は58秒7。1番人気9番松風この位置。4馬身相手7番デジタルウィング、最後方は4番真剣。冬の中山競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は5番ボジョムサトウル、差がなく3番レインボークエスト、14番ホットコハム太郎好位をキープ、これを見るように内側11番トワイライトミヤミ、残り400を切ってボジョムサトウル、その後からレインボークエスト。4コーナーから直線へと向きます。レインボークエスト追い上げてきた。松風届かないか。ハネウマライダーいい足で伸びてきた。ハネウマライダー粘る。ハネウマライダー差し切ってゴール。
勝ったのは雨馬ライダー、鞍上は打ち掛け高志騎手。勝ちタイムは1分55秒8。雨馬ライダーブリーダーズカップを見事勝利しました。2着デジタルウィング、3着は混戦の模様です。